まあ、ああやって右にあのミスやったら右に出てきた方がいい。はい、じゃあちょっとこっち見てみて。はい、じゃあちょっと皆さんもね、ちょっと魚つけドリルずっと分かってきたら、これねできてくるとよっしゃ分かったぜってやって、もう知らず知らずのうちにまた自分の癖が出て魚つきになってないことが多いんです。で、魚つきを安定して極める方法、イメージとしては、まあ、縦だくり、こっちからのボールを捉えるイメージがあったらいいんです。こう行って、で、この位置から、この手の位置、この位置からだったら、もう絶対につけないので、こう、そうすると横に行ってしまいます。まあ、テイクバックで反動で、こうなりますから、そしたらこのずっとこの下勢いのこのパワーの波紋というか、これが収まるまで待たなだろう。そうするとこっちからだとこのボールと自分の体の間の距離、これが重要です。ずっとこういってこの距離がないと入れられないから前に出す。必ずうわっとこういったらこの距離で、もうここやったら無理です。私の感覚でここだと入れれます。でここからこのボールがあると、このボールのこっち側を12時6時9時3時時計と見立てると、こういったらできるだけこの6時の方、6時から3時までのところに入れられるような手のポジションが正しいです。そうするとこっちからグッ、6時から3時になっていくとこうなります。これがこのイメージと、あのワンスリーブで下から上、下から上とつながると OK です。このワンスリーブで下から上も、下からってこうやった時にこの位置というのは、今説明しましたこのボールの6時の状態に来ます。6時の状態から3時の状態のところでぶっと上げる、これが下から上ですよね。構えて下から上、前へ打とうとするとこの6時のところは絶対無理ですね。クッとこうなる。そうするとここで6時のイメージは、6時の位置からこういうのは消えて3度バーン。なので絶対に構えます。ぐっとこういったらボールと右サイドの距離をテイクバックで取ります。でクラブが上がっていく反動がぐっと起こってしまうので、起こってしまわないようにするのはいいですけども、起こってしまったらそのパワーのその波紋というか、こうぐっと勢いが収まるまで待つ。待ったらイメージは6時ですね。6時の位置に持ってきて、そこから6時から3時の方向につくイメージ。やってますか。はい。じゃあこれウェッジじゃなくて、ちょっとあなたは7番アイアンぐらい。うわん、うわん、ぽっかりとつけない、うわん、そうそうそう、はい、もう一丁。7番で何ヤードですか、いつも。はいはい、今120ぐらい、100ちょいだ。はい、意外と飛びましたね。はいはい、行きましょう。とにかくスピードで飛ばそうとするとダメなんですよ。はい、これはいい。はい、今ので130ぐらいなんですよね。全然今までのバッシャーとこう振り切ったやつとそう変わらない。はい、行きましょう。
はい、OK です。こういうね、飛距離の伸ばし方、決してこう、バーンと振っていくんではなくて、もうとにかく冬が距離落ちてもいいと。でもまあ、こういう飛距離のこの伸ばし方、ね、これをちょっとやっていったらいいと思います。まあ、ちょっと早いな。この右腰が、あなたポイントなの、右腰が。こういったときにこう釣られるか、このままいけるか。あ、頭向いた。行っても、例えば行っても行ったところからじゃなくて、こうサッとここの位置まで、またそのアドレスの位置まで戻るぐらいの力のあれがあれば、あ、こっちの方がいいですね。はい、OK。 いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので登録の方よろしくお願いします。